はい、どうも皆さん、こんばんは、ゆきやみです。今日はバイオハザード7、前回の続きから行ってみましょう。さあ、前回の続きということで、前にビデオを見た、なんか、こうところに、今度は E さんで、来ました。前はね、ここを多分開けてしまって、ガソリンがね、広がって、最後、このケーキを爆発して、燃やされてしまったんで、気をつけていきたい。これちょっとどうだっけ？確か、鳥赤ちゃんじゃなかったっけ？なんかそんなようなんで覚えたような気がする。鳥赤ちゃん。だったはず。同じなら。一緒かい？あ、これじゃあ覚えてるから大丈夫だな。わら人形ゲット？で、結局前ね、知らなかったからやられちゃったけど、今回何をしたらその結果やられてしまうかが分かってるんで、まあ、多分、おう、さあつけていきましょう。よし、必要なものをどんどん手に入れていかないとな。結局これ動作させる意味あんまないのかもしれんな。これも取る意味ないのかな。これもだって、でもいらないよね。だって、分かってるもんね。分かってるならいらないよね。ろうそくで燃やす。あれが欲しいのは確かだから。ちょっと待って。ここも、そうだよね。多分、風船はいらない。風船の結果、なんかペンは手に入ったけど、お腹に穴開いたし。ここ確かね、L、O、わぁ、一週間ぐらい前だった。以上前だからちょっと怪しいな。SER じゃなかった？確か。こうでしょ。開いた。前と同じ。おう。よし。よし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 。さあ、無駄なことをせずね、サクサクっとやって終わりにしてやりましょう。多分大丈夫だよな。間違ってないよね。俺、勘違いしてる？なんか。だってこれ動作させる意味ないもんね。最終的にこれやると手に、腕になんか掘られるだけなんで。だから、これで安全に。だってもういきなりいけるんじゃない？だって、ね、なんも、極端に言えばわら人形のこれだっていらないよね。別に人形の指なんて使う場所ないし。これで、だってあとは、行くだけでよくない？ハッピーハッピーバースデーとか言ってるよ。ほら、これで多分大丈夫だよ。今回は。あ、ちょっと離れたい離れたい爆発するよ、これやばいあ、やっぱりなぁうってぇ。このクソ野郎がちゃんと来たなんじゃこりゃあダイナマイトちょっと、え開かない嘘えこれどうすればいいのあ、事件爆弾あちょっとこれどうすればいいのあ、なにここえここあ、やばいやばいもう爆発するって早く逃げよう。おーっくねーバカなやつめ。そんな簡単に吹っ飛ばされてたまるか。めっちゃ燃えてるけど、これ行っていいのか。え、ここじゃない？いや、でもここ行くしかないよね。燃えるのかな、こっちが。あー、ここでのビデオでなんかしてたってことか。ミア。ミアは生きてるよ。お前は誰だ？どこにいる？私たちはその部屋を出た桟橋の先を。急いで。さてさて、イーサン。お前は何がしたいんだ？お前をぶっ殺す。だがしばしお預けだ。今はまだな。そうかよ。いいか。さっきの爆弾でネタ切れって言うんなら、もうおとなしく。いや、それは教えられねえな。お楽しみがなくなっちまうだろう。クソやろ。クソ。
これはどうすればいいんだ。あ、セーブポイントだ。とりあえずセーブしていこうか。あ、D 型被験体の頭部、これはゲットしとこう。よし、見つけたぞ。さあ、あ、見取り図も手に入った。そしてアイテム持っていけるね。よっしゃ、じゃあね、ちょっと一旦セーブしたいと思います。はい、それではね、アイテム整理とセーブ終わったんでいきましょう。外だね。あれ、ここクラックいるの。ちょっと待ってね、せっかくなんか武器やら準備してね、来たのに。あったっけ、持ってたかな。あったよかったよかった。さあ行こう、これだ。でこれ使ったらもういらないって感じになりそうだな。でも戻って先行った先にまた必要になったら嫌だしな。一応持ち歩くか。ショットガンも持ってこう。待ってろミア。さあどこから来る。あー、なんか怖え。なんでこんなに静かなの。すごく静かだよ。なんか後ろから来そうな気がするんだけど、気のせい。物音がするわけじゃないんだけど、なんかな、こういうところって後ろから来そうなんだよな。絶対来るんじゃないぞ。さあ建物がある。こっち何もいない。どうなんだろう。ここからまず行ってみるか。何もいないな。よし、回復薬、薬液、ハンドガンの弾。なんかハンドガンの弾が急にいっぱい手に入ったぞ。これは一体どういうことだ。もしかして何かが出るのか。ちょっと待って、まだ何かあるんじゃないか。よーく見ていこう。ないな、振り忘れなし。よし、じゃあ行くぞ。さあまた必要になったか。ちょっと定期的に後ろも確認しとこう。来てないよね、時間差で来るとか。今度はこれか。よし、大丈夫だよな、何も来てないよな。バーナーはちょっとダメっぽいし。 あっち側に道ができたのか。おー、やっぱりね。どうだ、一撃だ。音がするってことはまだなんか来てる。あー、来てるー来てるー。ちょっとまっ、ちょっと弾節約のために逃げよう。このまま走ってきゃ大丈夫じゃない。全部倒していきたいとこだっけ。どっ、あっ、ぶっ、死んでない。ちょっと外した、バカバカ。うおっ、ちょっ、待って、やばい、逃げろ。あー、危ねえ。危ねえ。さあ、取り忘れのアイテムとかないよな。ふぅ、逃げ込んだ。やっぱりちょっと、弾数をね、節約していかないとダメだなとね、前々からちょっと思ってたんで、まあ、とりあえず、ある程度は、これ、グレネードランチャーの弾じゃないか。もし、これ、弾と回復薬いっぱいあるってことは、これ、ボス戦にあるだろう、これ。マジか。ちょっとどうしようかな。ステロイドはまだ持ってこう。ガンパウダー。どうしようかな。薬液強度変えとくか。いや、回復薬も持っていくか、大量に。
念のためバーナーも持って、さらにクランクはもういいでしょう。ああ、他はグレネードランチャーを持って、ナイフはいらないでしょう。ちょっとナイフ一旦外しとこう。腕とかはちょっとわかんないな。必要になるかな。ちょっと待って、先に。悩むとこだな。ちょっと待って、せっかくなら、薬液強とかあれば、ハンドガンの強い方の弾作っといた方がいいかな。あるかな？あー、ないか。ないな。いや、ないなら、普通のハンドガンの弾にしといて、ちょっと待って。まず、グレネードランチャーも持ち歩いとこう。これはきっと、必要になるということだろう。ショットガンの弾多いのも気にかかるな。これ絶対なんかやばいやつが出るような予感しかしない。ゼロイドも持っていけばいい。腕とかは一応持ち歩いとくか。まあ、これだけあれば大丈夫でしょう。どうですかね？これなら、これならやれるんじゃないか。さあ、とっさに出せるといいんだがな。さあ、行くぞ。セーブしよう。はい。それではね、セーブも終わったんで、早速、行きたいと思います。特に取り忘れないよね。なんか、こんないいものあったのになんで取ってないのとか言われたら、ちょっと、ショックなんで、一応もう一回、さーっと見て、なんもない。あ、びっくりした。今ちょっと一瞬、自分の影にビビった。ふぅ。さあ、落ち着いてけ。ボス戦が、ミアとおそらくゾイだね。罠じゃないよね。ミア。さあ、ここはやはり私が助けに来たのはミアだから、ミアの方から。さあ今助けるぞ。前みたいに襲われないよね。大丈夫？よかった。そしてゾイかな。ゾイか。ゾイ。後にして。今は時間がない。材料は両方持ってきたの。もちろん。ここにある。これで作れるか。結成を作ってもらわないとな。急いで作らないとまずいね。きっと父さんとルーカスは近くにいる。父さんが来る。もうすぐ来るわ。オッケー。二人分ある。よし、頼む。ん？二人分？え？三人分じゃないの？やで？二人？結成を作った後はどうするんだ？外に止めてあるボートで沼を渡るんだ。でも。結成を打たないと私たちは出られない。あ、でもそしたら私は大丈夫なのかな。とりあえず受け取ろう。ちょっと、一つは私のだよ。うわ、何あれ、ちょっと、何こいつ、何をしている、どれ、いってー、わーい。あ、何、どうなってんのこれ、いったーい。ゾイどうのこうのって言ってることは、これじゃファミパンおじさん、いってーガードしたとっさに、お前変わりすぎだろ。まずは目をつぶ。ちょっと待っていってー、ちょっとこんなの聞いてないよ。ちょっと腕も、おい、すごいぞジャック、いってー、やべえ、ちょっと回復薬、多分この目みたいなの潰せってことだろ。そういうことだろ。これどうすればいいの？とっさに降りちゃったけど。うわ、怖え。ちょっとビビってしまって。そうだな、来る。ちょっと待って。ナイフもいるのかな、これ。あ、まずい、これ、登ろう。急げ。早くして、早く、怖っ。やばい。あれはやばい。待て。本当にやばくなるまで。あ、待って。目が目の前にあるのに。ほら、やばい、下に降りよう。これ多分上と下行き来すれば多分なんとかなると思うんだ。あの目みたい、いった、うっそー、ちょっと待った、ステロイド使っちゃう。くそー、出てやる、必ず出てやる。降りてきた、ほら、でかい、目の部分狙う。あー、もう狙いにくい。ちょっとやばいか。あ、いってー、
ああダメだ。ちょっと待って逃げよう。一旦上へ。やばい黄色だ。おお怖い怖い。怖すぎる。待ってバーナーで、あバーナー無理か。いやまだまだグレナンは使いたくない。ちょっと燃やしてみよう。試しにどれくらい効くか。おお上がってきたーい。もう一回降りる。上がってなーい。上がりきってなーい。どう？効いてる？どうだ？効いてねー。これ多分全然効いてねー。これやべえ、効いてないパターンだこれ。ダメだ、一発ぶち込んでよ。あれ効いてない、もしかして。ダメダメ。おらよし、あと一発ぶち込んでやる。おらおら、締め玉一つ潰した。これでどうだ。急げ急げ、だいぶダメージ与えたと思うんだけどな。一発あれ外れた判定なのかな、最初の一発目だとしたらやばい。さあ目はどこにある。いって、ちょそこから届くんかい。ていうかどこに目あるの。目が見当たらない。おい早く上がってこい。おっと危ねえ。ここよし、どうだ、どうした。あとここ、あっちゃ、ほら怖い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 、距離取ろう。あどこ行った、上。いや怖がるわ。でうわっ、そう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 。え何何こいつあんな攻撃すんの。やばい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 、ほんとやばいやばい。バーナーの燃料しかない。ちょっと待って待って待って、あこか、見えた。ガードマジパスガードで、この腕を狙う。おらおら、邪魔すんじゃねえ。ガードもう一発。ええっ、ほら、あとどこ、あと目玉どこ、この尻尾。ほらほら、よしショットガン手に入った。どうだ、倒した。お、もしかして倒した。お、いって、え嘘、まだ。あーちょっとしつこい。あー嘘、ガードいやいいっさんじゃねえよおめえ、この野郎。こんな化け物とお知り合いじゃない。止まらないよこれ。ちょっと待って、ガードしてから。危ねえ、怖すぎる。ちょっと待って、リロード。こんだけ勢いでぶち込んでんのにまだダメ。危ねえ、くそどうする。ショットガンで倒しきれなかったらやばい。ほらどうだ、どうした、どう、終わった、どうだ、終わったか。さすがにもう終わりだ。もう来てくるんじゃないぞ。おお、イーサン、わかった。うそ、え、まだ、いやー、え、ちょ、まだ生きてんの、しつこすぎる。なになに、消せ。わかった、マル、この野郎。どうだ、壊せたか。おお、危ない、間一髪。あれでも結成使っちゃったよ。ミアが待って。とりあえず結成俺の分なくてもよかったってことかな。でも2歩しかなかったの、今1個使ったってことは、ミアとゾイは、あ、ちょっと待って、なんかアイテムとかあるかもしれない。一応確認ね。もう起きてくんじゃないぞ。
怖っ。ちょっと待って、なんか取れるものかないか。あ、これ怖っ。ハンドガン。実は最後にアイテムが落ちてくるってやつか。それか俺が気づいてなかった。おお、ショットガン。あれ、あ、ここにもアイテムある。あれ、もしかして、取り忘れ？あ、戦闘中に取ればよかった。もし大事なアイテムだったらどうしよう。まあ、とりあえずいいか。じゃあな。もう復活するんじゃないぞ。あれ、閉められない。まあいいか。あー、ひどい目にあった。さあ、どうなったんだこれ。結晶を使った。あと一本しかない。やっぱり残ったのは一つだけ。一人分しかないなんて。これからどうすればいいの。どうしたものかな。うん、何、あれ、イベントが進まない。あ、ミアを直す、ゾイを直す。あれ、何このウォーキングデッドのあの究極の選択みたいなやつが出てきたぞ。どういうこと。ああ、どうすればいいんだろう。ああ、でもゾイ、ゾイ、ミア、ゾイ、いや私はでもでもミアを助けに来たわけだからね。ゾイ、ミアですね。私はミアを助けに来たんで、ミアを助けます。ごめんゾイ。いいんだ、逃げるなんて考えがバカだった。でもゾイ、もういい、二人ともさっさと行って。いや、でも一緒に行こう。誰か治療できる人がいるはず。ここが私の家、ここから離れられないんだ。ごめんなさい、でもあの助けに来るストーリー上、僕あのミアを助けに来てるわけであって。助けを送る。そんなのいらない。誰も助けになんか来ないくせに。えらい罵倒された。ゾイ、あのそんなつもりはないんで、あの本当は助けたかったんですけどね。あの話を聞いてください。なんかボス戦が終わったのに、なんかこのやりきれない感。いや、選択は間違ってないはずだ。さあ、脱出できたからこれで終わりなのかな。どうなんだろうね。ありがとう。他に誰を選ぶって言うんだ。兄さん、とりあえず脱出しよう。ミア、辛いのは分かってる。でも話してくれ。君が関係してるんじゃないのか。なあ、本当のことを言ってくれ。イーサン、本当に何も覚えてないのよ。頼むよ。あれは船か。どうしてこんな。これはあのなんか日記が途中であった時に話に出てたやつだね。大丈夫か。今のは何だ。何かいるのか。何か出てくる。あ、後ろ。何これ。落とされた。そんなバカな。ママ、こっちだよ。いてー、何が起きた。あれ、ミアになってる。あれ、何ここ。イーさんは、私はどこ行った。ミアだけになっちゃった。ここ、イーさん。あー、アイテム買い、え、何これ。大事な、何これ、謎の小瓶。ベイカー家で目を覚ました時にポケットに入っていた謎の小瓶。何か大事なもののような気がする。これしか持ってない。
ちょっと待って、武器も回復薬もないよ。どうなってしまうんだこれ。アイテムとかないな。まあ、敵が出ないってことでいいのかな、これなら。おお、誰かと思ったら、あ、イーサン、やばい、瀕死じゃないか。赤色、うわっ、うわっ、あっ、ああ、ダメ、あっ、ああ、俺が、ちょっと、あ、待って、あ、追いかけられない、ああ、俺が、ああ、なんか見てはいけないものを見てしまったような気がする。さあ、今度から主人公はミアになりましたっていう。ちょっと待ってくれ、イーサンを追う。ガードしかできないよ、この子。どうすればいいの？開ける。開く？ミアにそんな力あるのかな？これ、俺はあんまり力ない方だから、こんな扉開けられる自信がないよ。ミア普通に開けたけど、これ。やっぱそう。これ絶対出るやつでしょ。これ絶対出るよ。あー、いかん、これはいかん。これはいかん。これはいけません。これはいけません。ダメです。あ、開かない。そう。はい。とりあえずね、今日はこのぐらいにしたいと思います。いやー、ちょっと巨大なボス戦も終わったんでね。まあ、ゾイとミアのどちらを選ぶかっていう選択肢もありましたが、私はミアを選びました。ゾイと来てたらゾイを操作することになってたんでしょうかね。その辺わかりませんが、次回ここからスタートしていきたいと思います。それでは皆さん、今日はこれぐらいにしたいと思います。おやすみなさい。